はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第269回でございます。今回は人が生きるということというテーマで喋らせてもらいます。で、2019年一発目なんですよ。で、1月6日でおそらく明日か明後日に冬休みが終わりますよね。まあ明日か明後日に始まるのか、学校が。で、長期休暇明けっていうのは、自殺者が多少増えるっていうふうには言われていて、やっぱりね、こう学校っていう苦しい場所に戻らなきゃいけないから絶望感に苛まれるんだよね。またあの生活が始まんのかって思うもんね。自分も思ってたし、それはすごく。で、まあそれでこの日にこういうテーマで喋ろうってもともともう結構前から決めてたんです。ただ今人の死とか生きることっていうテーマで喋るとやっぱりエイジさんのことが頭をかすめますよね。聞いてる方の方の中でも多いと思います。だからテーマを変えるべきなのかなと思ったんですけど、やっぱりもともと自分のね動画を使ってくださってる方の中には、生きることが苦しかったりとか死にたいって気持ちが強いっていう方が結構多いんですね。そういうのに悩んでる方が、で、学校行けなくって家で勉強する、でも勉強しなきゃって言って使ってくれたりする子も多いんで、そういった子たちがもうちょっと頑張ってみようかなって思ってほしくって、この動画撮るって決めてたから、だからこのまま撮らせてもらいます。もしかしたら不快に思う方もいるかもしれないんですけど、そこはお許しください。で、まあ、正直ね、もともとこういうの話そうって思ってたこととずれます。それは、どうしても、そうだね。エイジさんのことを考えるとそう思ってしまう。で、今回、まあ、YouTuber の中でも、リスナーの方の中でもいろんな風に悲しみが広がっていて、で、誰かが、YouTuber だったかな、誰かが言ってましたけど、生きてるうちに、言えるうちに、言葉にできるうちに、好きだよとか、ありがとうっていう言葉をたくさん伝えようって、伝えておこうって、会いたい人には会っておこうって、いうふうに言ってました。それは日頃からすごく思うことです。自分はきっと自殺願望が強かったっていうこともあるんですけど、まあ、ちょっと病気をやらかしてて、自分は一回ねやってて、でいつ死ぬか分かんないよみたいなっていうのを、死を本当に突きつけられたんですよ。みんな人が死ぬなんてことは分かってるじゃないですか。そんなことはもうみんな知ってんですよ、全員。でも普通に日常生活を送ってたら忘れるんですよ。人が死ぬ、いつか死ぬんだよね、なんてことは。だからそれを現実として叩きつけられた時に思い知らされるんですよね。それを。で、なんかね、正直、もう頭の中もごちゃごちゃってしてて、なんかもう言葉なんかちょっと選んでるようでもう選べてないんだけど、本当もその通りで、みんなにとって大切な人、大切な人というか、言いにくいことってあるじゃないですか。ちょっとむずがゆいとか、その感謝の気持ちもそうですけど、好きだよとかありがとうとか、親に産んでくれてありがとうとかもむずがゆいと思うんですよ。学生の時俺は言えなかったんで、俺25まで言えなかったんでね、それを母親に。そう、でもぜひ言葉は伝えてほしいなと思います。そして、俺もそうだけど、みんなもそうだけど、人はいつか死にます。必ず死がやってきます。それが、何十年後なのか、数年後なのか、数ヶ月後なのか、明日なのか、わからないですけど、自分はそうやって、死っていうものをもろに叩きつけられてからずっと死が霞むんです、頭の中で生きてて。でもそれはいいことだと思ってる、自分は。そうなってから、いや苦しいですよ、不安になることもたくさんあるんですけど、でも夜寝る前とかに、今日例えば今日死んだとしても、この後俺が寝てて死んだとしても後悔なかったかなって、いや残したことないかなって、いやあるんだよ、当然たくさんあるんだけど、でも俺今日頑張ったなって、やったよ、よくやったよって思えるような人生を送っていくようにしたの。そっから、それが二十歳の時かな、19か二十歳の時なんですけど、
なので、まあ今回ね、そのエイジさんのことを全然、ね、そのニュースを知らない方ももちろんいらっしゃると思うので、ちょっとそういう方にはね、話がちょっとずれててかなんかよく伝わらないかもしれないんですけど、ぜひ、生きるっていうことが、すごいことなんだって。そして、一歩一歩、それが、どこにいるか、どれだけ近い距離なのか、遠い距離かわからないけど、必ずどこかに、死っていうのが待ってるんだっていうのは、やっぱり常に頭の片隅に置いといてほしいなと思います。それがもしかしたらみんなを苦しめるかもしれない。生きることが辛くなるかもしれない。そしたら本当にごめんだけど。でも、自分みたいに時間を大切にしようとか、そういった風なプラスの方に持っていける人もいると思ってるんで、ぜひそうしてほしいなと思います。そして、学校が始まって学校が苦しい場所でもう嫌だなって、逃げたいな、生きてたくないなって思ってる方がもしいれば、自分もそういう風になってたから、だから苦しみから解放されたいとかさ、もういろんなこと気にして生きてたくないって、もうどうでもいいよって気持ちもわかるんだけど、でもやっぱりね、自殺していいよ、死んでいいよとは言えないんだ。生きててほしいんだよ。そこはね、譲れないんだ。正直さ、逃げなよって言うじゃん。戦わなくていいよ、耐えなくていいよ、逃げていいんだよって言うんだけど、逃げ道わかんないんだよね。自分中学の時いじめ受けてたけどさ、逃げ道って何って思ってたもん。そう。なんかさ、ネットはないか当時、なんだっけ、本かな。そう、いじめとかさ、逃げるとかあるんだけど、なくって。で、自分は家族にも行ってなかったから、家族にも話せないし、学校はもう苦しいし、友達いないし、みたいな。結局結論としては多分耐えるっていう行為だったと思うのね。高校進学して、まあある程度落ち着いたとは思ったから、そのね、環境変わってさ。だから、まあ俺は話を聞いたりさ、メールもらって相談乗ったりすることしかできないし、今はもう全員に返せないからさ、メールを送ってくれたのにさ、はい、返信返ってこねえよって、それで絶望させてしまってるかもしれないと思って、もうそれももうわーってなるんだけど、だからもう、一時期は、もう全部さ、もう相談も全部切っちゃった方がいいのかな、みたいな。だって送って帰ってこないって悲しいじゃんか。そう。でも物理的にどうしてももう間に合わないから、今。でも、それでも、やっぱその、なんだろうな。返せる限りに返すっていう感じのスタンスはこれからも変わらないと思います。それで少しでも生きてみようと思ってもらえるんだったら、自分が何か手助けができるんだったら、とは思ってます。まあちょっとすいません、本当頭ごちゃごちゃなままで今撮り始めてしまったのでごちゃごちゃな内容になってしまいましたけど、一番伝えたいのは、もし死にたいなって思ってる方がいたら、その気持ちに反してしまうけど、生きててほしいなって思います。はい、それが伝えられたので今回はこれで終わります。